宮本恒一は、日本の民族学者、農村指導者、社会教育家。山口県、八代島生まれ。大阪府立天皇寺市範学校専攻科卒業。学生時代に、柳田国夫の研究に関心を示し、その後、渋沢経営像に見込まれて、触覚となり、本格的に民族学の研究を行うようになった。 1930年代から1981年に亡くなるまで生涯にわたり日本各地をフィールドワークし続け膨大な記録を残した。宮本の民族学は非常に幅が広く後年は観光学研究の先駆けとしても活躍した。民族学の分野では特に生活用具や技術に関心を寄せ民具学という新たな領域を築いた。 宮本が所属したチックミュージアムは、後に日本常民文化研究所となり、神奈川大学に吸収され、アミノヨシヒコラの活動の場となった。宮本の学問は元より民族学の枠に収まるものではないが、民族学研究者としては漂白民や被差別民、性などの問題を重視したため、柳田邦夫の学による学罰からは無視、礼遇された。 20世紀末になって再評価の機運が高まった。増田勝美は宮本を表し、柳田民族学が小や物や地域性を出発点にしつつもそれらを射掌して日本全体に普遍化しようとする傾向が強かったのに、対し宮本は自身も柳田民族学から出発しつつも渋沢から学んだ民具という視点、文献史学の方法論を取り入れることで、 柳田民族学を乗り越えようとしたと位置づけている。宮本が残した調査記録の相当部分は別集も含め長年にわたり刊行した宮本常一著作集で把握できるが未収録の記録も少なくない。ありがとうございます。